中国って隣の国じゃないですか。はい、隣のトロット、隣のトロット、隣のトロット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 という曲を いや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 、出演してるじゃん。とお前の腹もだろ。まあ、いやでもね、いいなって、こういうちょっとこうアレンジするだけでね、なんか楽しくなるっていいですよね。でトロットにしてくれてるからね。そうそう、歌詞もね。ね、隣のトトロット。隣のトロット、トロ、曲のタイトル隣のトロットだよ。え、隣のトトロットじゃないの？いやいや、隣のトロット。いや、私トトロットって書いてる。いや、隣のトロット。どっちかにしてよ。隣のトロット。仕方がない、そういうことになりました。隣のトロット。はい。マリコさんって可愛い若い頃に、うん、NHK ののど自慢で、そうそう、可愛い頃ね、うん、今もね、あ、なんか今毎度これをなんかちょっと飲みながらいやいや、ね、NHK ののど自慢で優勝したこともありますし、はい、えって誰驚いてるの、今更、えポケモンショー知らなかったの、咲かせて咲かせてそう、これでちょっと優勝したんですよ。優勝したよ、うん、高橋まりこで、うん、いやいや、私林まりこなんです。また自分の名前言っちゃったで、あれですよね、まずはそののど自慢に出たのがきっかけだったとか、ちょっともう曲変わってんじゃん、もう、そうそう、まだとにかくその日曜日のお昼の番組が大好きだったんですね、はい、それでまあいろいろ紆余曲折ありまして、子育ても一段落した頃に、KBS のね、その前にイオン様にハマって、韓国、ちょっと韓国にハマってたんですよ。そうほいでほら、韓国の放送ももうその頃になるとテレビでよう見れるじゃないですか、そしたらこうやっぱり日曜日にのど自慢と全く同じのれちゃらんっていうのをやってるんですよ。全く同じですよ。KBS ワールドでね、ちゃんと金持ち3回になったら賞がもらえるみたいなさ。そうで、それを見て出てくる人がみんななんか同じような調子の歌ばっか、それどころかゲストで出る人までそういう曲歌ってて、これは一体何そうってなって、それがトロット、そのもうちょっと新しいね、みんなアゲアゲの、まあ演歌なんですけども、もうちょっと調子のいい演歌っていうか、それでハマって、よし、私ものど自慢に出るっつってですね、なんと KBS の韓国ののど自慢に出たんですよ。すごいね、すごいね。でそれで司会者に、ね、私をトロット歌手にしてくださいって頼んでる。
いや、なんで言ってみるもんじゃない、やっぱり。その通りで、何でもね、やっぱり言ってみる。言わなきゃダメですよね。やった方がいい。そうそう、はい、何でもね、そう、まあ、もうやるのは重要だなと思いました。そのおかげでですね、デビューまでこぎつけました。いや、本当にね。すごいですよね、これ。拾ってくれる人がいるんだってね、なんかね、ありがたいですよね。で、まあ、それで、まあ、そんなこともあって、歌詞の内容がちょっとね、そういう。日曜日に偏っちゃったのね。そうそう、日曜日にね、なんか電波でね、ちょっとチャンネルこう回したりとか。チャンネル回すって言いますよね。チャンネル回すってどうやります？やっぱりこれですか？やったチャンネル変えてとか、チャンネル回してって言うよ。やっぱこれ若いわもうこれ回すねえ、若いわ。もう電話ガチャガチャガチャですよね。俺たちなんか電話って、もう電話って言ったら今でもこうするもんな。電話こうこれだよね。電話こうするよ、こうするよ。そう電話回すのこっちで聞くのこっちだからこれが電話ですよ。それ誰も電話に電話って、まあ、何でもいいじゃん。ちょっと今のギャグでちょっとテレフォンが慣れてるけど。さっきの、まあそんなんで、まずね、トロの隣のトロットって曲でしたが、うん、だからじゃあ次はマリコさんのね、はい、曲をね、そのトロットをやってみたいと思うんですけど、マリコさんは、はい、こちらに。まだ歌えないんだよ。歌えないですよ、まだまだ私はね。いや、一応ほら、紹介しないと。ありがとうございます。で、2016年にこの、サランイラムニダ、はい、愛なんですって曲でデビューしました。愛なんですってこれね。これ韓国版です。ね、もちろん。もうないんですよ、この CD。そこにね、1枚、ここに1枚あるので、はい、今日先着2名様に格安で1枚1000円で売ってる。なんで格安にするの？格安はいつか定価です。定価。いや、今2000円。